勘違いって何を。 違う、私は違う、私はそんなのじゃない、呪われてなんかいない。 嘘だ。私が触れたって花が枯れるわけがないんだ。
です。何か心当たりが？また彼女のお皿でも舐めて機嫌を損ねたんでしょ、この変態男。聞こえてんのか？持ってきてやったぜ。文化祭の時に新聞部が配ってた冊子だ。部員全員の名前が載ってるはずだぜ。探せと言ったのはお前だろうが、おかげで真夜中に押し入れの大掃除をする羽目になったぜ。知るか、てめえが読みたいのはそこじゃねえだろ。今更だが、そんな風に名乗ったような気がする。俺もこいつに違いないと思うぜ。朝日はるかの階段を記事にしたいと言ってな。直接見たわけじゃねえ。ただ話によると看板か何かが落ちてきて直撃したらしいな。俺が知るか、当人に聞け。でけえ看板が頭に直撃して寝たきりになっただの、精神に障害が残っただの、噂はいろいろだ。だが少なくとも死んだという話だけは聞かない。ああ、オチにならなかったってことはまだ生きてるってことだ。Thank you.
タイトルだけで間違いなくこいつだろうと確信できるぜ。そんなの読んでも仕方ねえだろう。オカルト仲間募集って意味なんだろう。
私を起こさないで。私を起こさないで。私を起こさないで。さもなきゃあなたが。
私を起こさないで。私を起こさないで。どうして私の眠りを覚まそうとするの？引導って何？この子の手が不潔とかいう話。
みんなが過去の話を忘れかけてくれた。なのにあなたがそれを再び起こしてしまった。彼女は昨日あなたに電話した。もう調査をやめるべきだと。余計なおせっかいよ。気持ちは嬉しいけれど、あなたは勘違いしてる。だって私本当に呪われてるんだもの。
あなたにできると。勘違いをしているわ。これをどう説明するの？これがまさに朝日はるかの呪いでしょ？これが呪いでなくて何だと？あなたも頭に看板を食らわなきゃ理解できない？私が何を認めたと。